伸ばしたら誰かの役に立つっていうことが分かったので、うん、ずっと伸ばしてました。うん、髪伸ばす、うん、その5月からほとんど。ありがとうございます。いい。はい、こんにちは。ショートボブ専門美容師のミッチーでーす。今日も YouTube 企画でそのままやっていきたいと思います。本日のゲストの小村くん。はい、はい、小村くんです。小村くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回、初めてかな、僕の動画で男の子に出演していただくっていうのはね。で、まあ、なんでかっていうところでね、お母さんとのやり取りをね、まあ、していて、まあ、ハートフルなエピソードがあり、なんとエアドネーションをしたいと、はい、いうところで、素晴らしいね。ありがとうございます。11歳で誰かの役に立ちたいというかね。自分自身、うん、なんか髪切るのがすごい苦手で、警戒心的なのがあるのかな。それで、まあね、刃物使うし、ね、でも、あの髪伸ばしたら誰かの役に立つっていうことが分かったので、うん、ずっと伸ばしてました。すごい。しかもそれが 2年生。2年生の5月から。小学校2年生の5月からずっと伸ばしてます。髪の毛伸ばして誰かの役に立ちたいと思って伸ばしてたと。はい。爪の赤を先日でなんかみんなに配ってほしい。で、今日はちょっとかっこいいハンサムショートにしたいなみたいな感じだね。OK です。まあ、毛量はね、しっかりあるし、ちょっと癖があるのかな。男の子はね、このぐらいちょっと癖がある方が多分いいです。はい。僕すっごいチョコもらうんだけど、超大変だったから、学生時代。サラサラすぎて。元分丸みもめちゃあるし、OK です。バッチリ。タッチをしますんで、はい、髪切るのなんで苦手なの？他人に触れるのがちょっと苦手というか、うん、なるほど、ごめんね、すごい触って。いや、大丈夫です。あ、今回あの事前にいっぱい、うん、ミッチーさんの動画いっぱい見させてもらったので、安心して今回は髪切れます。まあ確かに、うん、そういう事前動画だとね、 YouTube はそういう良さがありますよね、うん、多分まんまだしね。そうです。それであれか、ちょっと学校に行けなかった時期が あります。あったと。1年間、2年生 の、うんうん、そのさっき言った、はい、髪伸ばす、うん、その5月からほとんど学校の雰囲気に僕自身が合わなかったのか分かんないです。ちょっとやんちゃな子が多くて、うん、ちょっとそれがストレスになっちゃったりして、なんか周りの子にもやんちゃな子がやるのもなんかちょっと嫌で、なんか、うん、なんかされたとかってわけじゃないんちゃうかって。少しされた。あ、まあ少し、まあそうだよ。まあそれっていう時にヘアドネーションっていうのを知ったってこと。知った、しましたね。お母さんから教えてもらって、それからずっと見ました。やってみようかなみたいなね。まあそれもなんか出会いだね。縁が。ね、もしかしたらね。おかげで今、ね、じさんに髪切ってもらえているわけです。まあ確かに、それもまあ。今は一応学校、なんか転校した転校しました。そう、転校して、うん、すごいいい学校に巡り合えたので、うん、今は楽しくやってます。よかったね、それはね。親御さんか、うん、もうやっぱりね、ちゃんとそういうのを受け入れて、まあ、変えようとね、してくれる。やっぱりさ、人によってはさ、頑張っていきなさいってね、うん、なっちゃうけど、やっぱり逃げって言われちゃうこともあるかもしれないけど、まあやっぱり合う合わないってあるし、特に学校ってさ、ずっといるので、6年。学校ってさ、ね、なんっていうんだら、やっぱり子供だしさ、自分じゃどうしようもできないじゃない。先生にもちょっと気づいてもらえないところもありますしね。先生も先生でやっぱりすごいいい先生もいれば、うん、もう、いやもう波風立てない、もうやめてみたいな、ってこうやって蓋しちゃうねっていうのもニュースでよく見るし、うん、子供のうちはそうだよね。なんか大人になって社会人になると、うん、まあ多少そういうことがあっても自分で対応できたりすることもある。ちょっとできないこともあるからね、転職したりする人も多いけど。うん、でもやっぱり学生さんの時ってもほぼ 100% 環境や組織に依存するから、うん、そうだよね。それはでもお母さんもすごい、ね、穂村くんのことを大切に思って、ね、はい、動いてくれた結果ですよね。で、そんな学校のサマーキャンプ、はい、そうですね。なんと来週。私学校の来週にあるんですよ。それで、ね、バチッと決めて。バチッと決めて、さっぱり、はい、うん、切りましょう。顔はかっこいいか。いや。内側が刈り上がってる。だいたいこういうのって全部これも内側が刈り上がってて、僕もなんだけど内側がこうやって刈り上がってるの。の方が横がピタッとなってかっこよくなるのね。なるほど。横の厚みがそんなにあるタイプじゃないから刈り上げなくてもまあいけるっちゃいけるかなみたいな。刈り上げはなしで大丈夫ですか？OK です。ありがとうございます。あ、そういえば、
あのお母さんから言われたんですけど、うん、また伸ばす可能性があるのでああちょっと伸ばしやすい髪にもしていただきたいなっていう要望があります。それはちょっと今日のスタイルとか難しい、はい、伸ばしやすいスタイルっていうのは、うん、段が入らなかったりとかあんまりついたりしないなので、まあ、刈り上げないっていうのは確かに1個伸ばしやすいのポイントになるんだけど、うん、今日のスタイルみたいにこうやって動きがあったりとか、うん、襟足とトップの長さが結構違うじゃない、うん、っていうのはねどうしても伸ばしにくいのよ。で伸ばしやすいスタイルっていうのはこういうやつが伸ばしやすいの。なるほど。そう揃ってるからほっとけば勝手に伸びる。オブ的な。そうでまあちょっとね段を入れてちょっと丸くしたりとかもすればいいんだけど、やっぱり基本的には女の子みたいな髪型になっちゃうから、うん、今日のスタイルでポックするにはそうそれを意識しちゃうと今日のスタイルだったら熱くなっちゃう。それでもいいなら伸ばしやすいようにとかはできるけど、ちょっとそれと違うじゃない？違いますね、ちょっと目的が。そうだからもし伸ばしていくんだったら、まあ、今日はバッチリこれにします、はい、でそこからあの伸ばしながら1回か2回ぐらいあの整えて、さっきみたいなこうボブみたいな感じにして、あとはそこからほっとくみたいなっていう段階を踏んで、その切り替えということが必要だから、それはちょっとはい、了解です。いや、大丈夫です。髪の毛の原理原則だからごめんね。じゃあ、サマーキャンプ楽しんでかっちょいいショートヘアに、はい、しましょう。はい、しましょう。では、束ねていきますね。はい、応募フォームのあれをお母さんがね、お母さんが送ってくれたのかな、あれは。はい、うん、感動しちゃってさ、おじさんありがとうございますここの、まあ、初めてだからさ、動画に、ね、出てもらう。なんかあのサロンワークではね、お店にはね、来たり、引き来てたりしたりとかあったから、ね、初めての試みなんだけど、チャンネルのまあ方向性もまああるんだけど、それよりも叶えてあげたい思いみたいなのが勝っちゃってたいやありがとうございます。女性の方しかなかったので、うんうん、ちょっとダメ元なところもあったんですけど、うん、すごい光栄です、うん、むしろなんで男の子のさ、カットとかをさ、メインでやってるところでやらずに女性メインでカットしている僕に切ってもらうなら、やっぱりいい人というかやっていただきたいなって思ったり、あとそのミッチーさんの動画見たら過去に悲しいエピソードとかあった人とかも多かったので、こういうのも聞き入れてくれるのかなって思って。ありがとうございます。はい、おぉ、サイドで46センチ。おぉ。パックもそうですね。46センチ。7センチぐらい。で、カラーもパーマをしていない最高級の。SS ランクのね、髪の毛ですね。頭をしっかり。肘をこうすると。で、ちょっと上に立って。で、できる。おー、切れた。切れた。すごい。切った。おー。ここお母さんに切らせてあげればよかったな。はい。はい。すごい。切れた。それでね、もう、エタワが、髪がね、なくて困ってる人とか、病気の人とかのね、ところに届くので、素晴らしい。めっちゃ綺麗、髪切った。ケミさんはさっきこっちだったじゃない、はい、こっちにした方がこういう立ち上がりがつきやすいから、こっちの方がかっこよくなるから、はい、こっちでもいい。はい、OK、全然大丈夫。切りますね。ちょっとね、はい、その油が切れた模様。髪切ることは言ったの？ほとんどの子には言ってない。あの、言ってないです、うん、YouTube 出るとかそういうの出る可能性があるとだけ。可能性なんだこういう方向性だね、顔周りね。あれだよね、なんかジェンダーフリーのなんかあれとするんじゃないよね。
大丈夫だよね、普通に男の子男の子っぽくで大丈夫だよね、はい、メンズカットになるともちょっと急に何喋っていいか分かんなくなる僕はメンズカット、男性のカットはね彫刻だと思って切ってるから頭の形とかそういったの、ね、生える背とかねそういったの対応はもちろんなんだけど、うん、長さが短いので、はい、彫刻のように切る。おー、うん、今回この応募してみようと思ったのはどういう、なんか見てて知ってるとはいえ応募するってなるとまたいろいろ変わるじゃないですか。結構そうですね。お母さんからみちさんのこういう応募企画あるんだけど、うん、どうってなってそれから紹介されてちょっと動画見ておおこの人なら、うん、って思ったのでここに来たって。お母さんが僕のチャンネルで見てくれてて、はい、って感じか。言われないの。一応ちょっと学校で児童会長っていう選挙があったんですけど、うん、なんかトップに選ばれたので、うん、すげえ変更して、言葉遣いは、うん、それでみんなの前で喋らなきゃいけない全校朝礼とかね、うん、あるもんね。将来何になりたいの。絵得意で。絵が得意なんだ、はい、アーティストに。アーティスト何系の、うん、鉛筆の方がアトリエに通ってるんですけど、得意って言われてて、白黒の、白黒のああいう、はい、あすごいね。じゃあリアルな絵描けるんだ、はい、おしゃれボーイだったよありがとうございますちょっと微調整します、はい。よいしょ。一回目を切ってまた戻すとね、すごいなんか客観的に見れるから楽しいな。学校のみんなから別人だと思われる、うん、いや俺だって迷うの時のリアクションがねおもろそうガラってね教室入った時のね。最低一番早いんで、うん、そうなんだ、さすが児童会長明日の朝の主役はもう俺だねセットねいっぱいしなくていいように2枚しっかりやっとくんで、はい、お願いします。ありがとうございます。だったらアイロンとかしてね出す質感も今カットでできるだけやってきますので、前の下はもちろんそれはそれだけど、寝癖だけね朝直してね、はい、夜ドライヤーちゃんと乾かして寝癖ついてるから朝ちょっと濡らしてドライヤーするとき全部ねボワーっと前に乾かして、はい、分け目はこっち側ね、はい、で最後にオールバックにガーッと乾かすと、はい、ちょっと前髪が立ち上がって、まあ、こういう感じになるから、まあ、これでいいよ、はい、普段ヘアセット動画とかね、調べるとあるじゃない。うん、そういうの見て学んで、やっていく、うん、失敗しながら覚えていくしかないですね、はい、こういうパーマかけてもいいかとね。まだ早いか小学生にパーマしたのが早かった。いかんいかん。今日は、ワックス、この男性用のドライワックス、ハードと、僕がいつも使ってるメンの女性用のやつを混ぜてやります。まあこうすると男性用のやつがちょっと伸びが良くなるのとっていう意味、はい、まあ、もしくは女性用のものが男性用のものでハードさが増すみたいな、まあ、そういう使い分けですね。失敗しない付け方としてはちょっとずつ2回ぐらいに分けてつけると一番いい。まず耳の後ろ、はい、こういったところにつけて結構ね根元からゴリゴリやったら大丈夫。特に男の子のヘアセットは、はい、本当にしっかりまんべんなく全部についてるってことがめっちゃ重要なので、こんな感じでもう、はい、ワシャ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 みたいなこんな感じでもう、はい、一回全てを台無しにするぐらいの感じでそうすると全部にやっぱりまんべんなくつくから、そうすると髪が自在に動いてくれるようになるのと毛束も全体に細かくできるからやっぱりかっこいいです。その男の子は、はい、今度はハードワックスだけで、あとはここから理想の形に整えていくって感じですね、はい、ありがとうございます、はい、すごい
いいじゃん。いやーすごいです。いいじゃん。いやー、はい、すごい。おお、もう夢が叶ったというか。うん、いや、よかったよかった。すごい。4年4年4年ね、思いが。思いが。瞬間ですね。はい。出てましたか、ここに。いや、おじさんも嬉しいです。美容師やっててよかったなって、ね。いや、ありがとうございます。本当に。この日のために、なんか、僕も修行時代、ね、辛いもんして、こう、練習頑張ってきたのかな、みたいな気持ちにちょっとなってるから。いやー、ありがとうございます。夢叶えてくださいね。はい。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとお母さん呼んでくるね。はい。お母さん泣いちゃうかもしれない。どう？かっこいいですね。すごい。ありがとうございます。いい、こちらこそ。どうぞ。夢が叶ったと。すごい似合います。明日の朝の主役ですね、教室で。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんか美容師になってよかったなと思いました。本当ですか？髪切らせてもらって、いろんな、まあ、太かった時もね、受かったり、そういうところからのヘアドネーションに出会いだったりとか、はい、なんかこのために美容師やってたんかなって思うようなうなんかいろんなこう巡り合わせがね、重なって。ぜひキャンプも楽しんで、はい、はい、ください。はい、ありがとうございました。